どうも、ジールマンです。後ろにいると見せかけて、前です。はい、ということで改めまして、どうも、ジールマンです。いや、でっかい箱が届きました。こちら、ジオラマ素材でございます。ここ最近ジールマン、アクアシューターズやこれから発売されるガシャポンクエストにあった、本棚に収まるジオラマとか、あとね、24分の1スケールのジオラマ、そういったものをご紹介してきましたが、たまにはね、スケールでっかくいこうよってことで、こちら、購入いたしました。今回ご紹介するのは、グッドイン3ディレクションズさんのジオラマベース、いわば。ちなみに今回購入したものは、24分の1スケール以外に、ガンプラにも合いますよ。そんで早速こちら中身出しまーす。はい、開封しました。いや、でっかいよねこれ。このサイズ感、ちょっと待ってくださいね。はい、アクアシューターズ乗せるとこんな感じ。もうめちゃくちゃアクアシューターズが小さく感じますね。ただこういうのって、その基地とかお家とかと違っていいのが、要は岩場ってね、大きかろうが小さかろうが雰囲気が崩れないんですよ。そんな今回のジオラマ、近くで見るとこんな感じになっています。いや、めちゃくちゃクオリティ高いですよ。で、しかもね、しっかりと、この辺とかもね、高低差があるんですね。高いとこ、低いところ、結構しっかりしています。そしてこちらが側面。結構ね、切ったの丸出しって感じです。ただなぜかね、ここの一辺だけはね、はい、ちゃんと塗られてるんですよね。で、感じの素材なんですけど、ちょっとね、調べても出てこなくて、触った感じ非常に軽くて、で、そこそこの硬さがあるんで、なんだろう、ポリウレタンかなと思ったけど、ウレタンというよりはなんかそのスチレン系ですかね。なんか僕もはっきり分かんなくて申し訳ないんですが、とりあえず軽くてそこそこ丈夫ではあります。そしてそんなジオラマベース、これ1個だけに付属品がございます。それがこちら、はい、コッケなんですけど、とりあえずね、袋が汚いね。はい、まあそれはともかくとして、これね、偽物の苔のパーツ、これを付属しています。まあジールマンね、これには特に使う予定はないんですけども、まあ取っておいたらね、何かしら自分でジオラマを作る時にも使えるかもしれません。さて、それでは改めてね、ここにアクアシューターズであったり、その他のフィギュア、あとプラムなんかね、置いてみますので、実際のこの大きさ感じていただければと思います。はい、ということで早速ね、アクアシューターズとシュライヒを合わせてみました。このクリーチャーたちはね、シュライヒエルドラドっていうシリーズなんで、そちらね、過去動画でご紹介してるので、よければご覧ください。いや、それにしてもね、これめちゃくちゃ合いますね。まあどちらもね、岩タイプなんで合うっていうのは当たり前なんですけど、はい、とても雰囲気にマッチしてますよ。これね、ガシャポンクエストが出た際もぜひこの状態で遊んでみたいなと思います。まあね、ちょっと脚部のね、可動とかないんで、このように段差があった時に置く場所ね、うまく考えないと倒れちゃうんで、気をつけなきゃいけないなってところでございます。どうかな、この辺とか一回ね、場所外すとなかなかいいとこ見つかないんですが、大丈夫でした。まあ、一方でね、この岩場だったら特にね、暑さ寒さの表現がないので、こういう氷タイプであったり炎タイプ、そういったモンスターなんかもね、全然自然に配置できるというのもいいとこですね。そして同じく24分の1スケールであるヘキサギアのガバナー、これもね、非常に荒廃した世界観なんで、岩場なんかが合いますよね。そしてこのジオラマ自体がね、非常に大きいので、ヘキサギアのバルクアームのような大型ロボット、そういったものもね、全然問題なく合わせることができるっていうのもいいとこですね。そしてモビルスーツアンサンブルも置いてみました。いやー、地上戦がすごくね、迫力あるものになりましたね。ただこれくらいの数のモビルスーツを置くんだったら、別にね、こんなに大きくなくていいんじゃないのって話ですよね。はい、ということでジールマンのモビルスーツアンサンブル部分塗装コレクションをね、こんな風に配置してみました。まあ、これで全てではないんですけども、これだけね、並ぶと壮観ですよね。そしてやはりこういった大掛かりな遊びというのは、広いジオラマベースあってこそでございます。あとですね、これ並べてて思ったんですけど、一応ね、今ここ地上想定で並べてるんですけども、月面って考えたら全然ね、宇宙用のモビルスーツなんかも配置できますよね。なんだかそういうシチュエーションと置けるモビルスーツを考えてると、 G ジェネレーションとかそういうシミュレーションゲームをやってるような気持ちにもなれます。あと全然関係ない話なんだけど、こうやってね、遊んでて思ったのが、ジールマンってアンサンブルの部分塗装ガンダムタイプが多いなって思いました。
そんな大迫力のジオラマベースなんですけども、1個ね気をつけなきゃいけないことがございます。それが塗装剥げですね。このジオラマベース、先ほどね素材はよくわかんないってお話をしたんですけども、少なくともねそこそこの柔軟さはあっても表面はある程度硬いし、何よりもねすごくザラついています。なのでこういう手袋なんかだとねすごく繊維に引っかかる感じがあるんですね。なのでこれ塗装したものなんかを置く際にどっかに引っかけちゃうと、そのね塗った部分が塗装剥げを起こす可能性はあるので、そこをご注意ください。なので個人的には塗装作品で遊ぶ場合はこういったねウェザリングを施したもの、そういうのだったらねそのまま遊んでて塗装剥げとかが起きても、まあそれもウェザリングのうちに見えなくもないし、傷も浅いかななんて思います。そしてこれほど大きいジオラマベースだったらガンプラは外せませんよね。こちらは小型モビルスーツに分類されるクロスボーンガンダム系列なんですけども、こんな感じでザク2回置いても全然問題はございません。もうここまで大きいとねガンプラですら小さく感じますよね。では144分の1スケールよりも大きい100分の1だったらどうなんでしょうか。ズドン、はい、こんな感じでございます。これだけ幅に余裕があるんだったら3体揃えてジェットストリームアタックもできそうですね。ちなみにハイグレードとマスターグレードを並べてみるとこんな感じ。マスターグレードだったらバランス的に3体分、 HG だったら5体ぐらいまでだったらいけるかもしれませんね。そして今回の動画最後に合わせるのがビーストボックス。この玩具も非常に戦闘シーンが様になるので、これはね使い勝手がいいと思いますよ。しかもビーストボックスって非常にねどれも可動が優秀なんですね。なのでこういうねデコボコしたところでも問題なく、はい、順応して遊ぶことができます。それにビーストボックスはあまり大きくないので、たくさんずらーっと並べてね迫力ある写真とか映像を撮るっていうのも楽しいかもしれませんね。もちろんビーストボックス以外にも今後の僕の動画冒頭映像でこちらのジオラマベースバシバシ使っていくと思いますので、どうか楽しみにしといてください。はい、ということでいかがだったでしょうか。いや本当に改めてめちゃくちゃ大きいですよね。ただこちらね結構薄いんですよ。なのでしまう際に、例えばねその押し入れとか倉庫とかわかんないですけど、そういったところにそのままねスッと立てかけて置いてあげる、そういったことも可能なので、ある意味基地とかお家、そういうジオラマよりも扱いは簡単かもしれません。ということで今回はグッドイン3ディレクションズさんのジオラマベースのご紹介でした。この動画の中でいくつかの商品と合わせてみたわけですが、それ以外のものと合わせた時のサイズ感が知りたいよって方、ぜひぜひコメントください。ジルマが持ってるものであれば実際に合わせてツイッターの方に投稿いたします。そんなジルマのツイッターは概要欄からどうぞフォローお待ちしております。そして今回の動画が良かったよ、ためになったよって思っていただけた方はね、ぜひぜひ高評価とチャンネル登録していただけるとすごく励みになります。ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。またねー。